すっぽ抜けない縛り方、そうだって思いついたのがキングノットでしたね。まあかれこれ30年、このノットを使ってですね、P ラインのもう本当に1号以下のところから始まりましてね、2号、3号、5号、6号、8号、10号、マグロまで全部これでね、僕らやってきたんですよ。まあじゃあそれはどうやってやるのっていうところからですね、まずあのビミニツイストからね、ちょっと軽くいってみましょうかね。2つのとこを持ちまして、ここに糸指を1本入れてこんな感じね、はい、こんな感じで、ここでねじっていきます。本来は20回、追い方は30回ぐらいやりますが、まあこうロープなんで、まあすいません、10回ぐらいでいきたいと思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ね。で、ここの糸あります。この糸、ここ加えます。ここから喋れなくなりますよ。いいですか。ここで加えます。ここ問題な、ここね、ここで、ここに親指をこう入れるの、入れるんだけどまだ入れないよ、ここでこの角をぐーっと締め込んで、ここに指を入れます。親指がここに入りますよ、ここに入りますよ、これ開きますよ、これ開きます。ぐーぐーって開いていきます。ぐるぐる、ナイロンとかピーじゃないんで、こう開いたらここでおしまいです。はい、ここでまずちょっと一回持ちます。ここで一回引っ掛けます。はい、これ今仮止めです。今度はこの2本の内側に持ってきて、2本一緒に引っ張ります。これでハーフヒッチ終了です。これでまあいいっちゃいいんですけど、ここで糸がほつれてこないように、ここに4回ほど、今4回はここで入れられないんで、今2回にしておきます。はい、これでビミツイスト完了です。あった糸切ります。こうなります。今度キングノットリーダーなんですが、リーダーは赤にしときましたね。どうすればいいのっていうと、簡単です。2回入れます。そうってやると、わー、これ 8の字になりましたね。見事な8の字でございます。でこの8の字どうすればいいのっていうとですね、8の字のところにこれ糸入れますよ。入ります。ここ入りましたね。入ったらこの8の字のところ、ここからですね、ここに押し込みます。で押し込んだ糸をここから引っ張り出します。引っ張り出しましたね。そしたらこれビューッと出してきましてね、軽くちょっと8の字締めていきましょうね。軽くですよ。今どこにも縛れてません。これ中に入れてるだけです。ここにラインを1,2,3,4、どのくらいやるかというと、まあ通常滑りにくい P ラインの場合は5回程度、滑りやすいやつは8回9回10回。でこれ今入れ終わりましたね。これどうすればいいのっていうと、これそのままスーッとやっていきます、で今ちょっと滑りづらいですが、ここにギューッと縛っちゃうんです。これはい、入りました。でここを締めます。8の字はい、終わりです。終わり、これだけ、これだけなんです。これ早くなりますと、だいたい1分2分程度で全部が縛れてしまいます。これで抜けてしまうっていう、YouTube なんかでもこう抜けちゃうっていう人がいるんですが、それはですね、ここのところの回数が少ないと思っていただければいいと思います。これです。マシンにかけてもですね、抜けてしまうということはございませんね。一生懸命8のこのビミニツイストを30回も40回も50回もやる人いる、そんなにいりませんね。だから僕の場合はリーダーを中に入れて、そういう方法を使っているんで大丈夫なんですね。それではですね、ノーマルのラインでやったらどうなるのというのを、これからまたやってみたいと思います。